カルデ喜ぶチャンネル、こんにちは。お元気ですか？管理用紙の丸尾和樹です。さあ今日の内容なんですけども、まずこれよくぞクリックしてくださいました。ものすごいとっつきづらいタイトルでしたよね。一体何の話でみたいな、栄養学じゃないのっていうことが思われてる方も多いかもわからないんですが、栄養学の話なんですけど、ちょっとね今日はテイストの違うお話をねしたいと思ってるんですよ。歴史のねお話も交えながら、この栄養っていうものをね見つめるという、ちょっと壮大なテーマでございます。多分このチャンネル始まって以来の対策になるんじゃないかなと。とにかくね撮影時間が恐ろしい。だから多分前編後編とかで分けることになるかと思いますが、本当によくぞクリックしてくださいました。もう相当ね期待あんまりされずに見てる方も多いかも分かりませんが、今日の話はですねもうぜひ伝えたいと、僕がこういろいろ学んできた中で、この事実はもうまさに今の現代人、日本人が知っておくべき歴史だということで、今日ねお話をしようと思ってるんですよ。で特に栄養士の方ね、この高木かねひろっていうこの名前は絶対覚えたと思うんですよ。でもここに一体どういう、もう人間ドラマです、今日はヒューマンドラマ。ここにいろんなその思いがですね、感情が錯綜している、そのまさにこう我々の祖先というかですね、こう先人たちが歩んできた道っていうものを今日示して、そしてそれを受けて、じゃあ現代人は、我々はこの歴史から何を学ぶのか、しっかりこのね経験から、過去の日本人が犯した、この、経験からですね、本当学んでいかないといけない、このことを一人でも多くの方に知ってほしい。多分こんな内容を YouTube で話してる人は僕以外いないと思います。はい、もう僕にとってもこれかなりの挑戦なんですけども、もうぜひね皆さんにこう聞いていただけるように、面白く分かりやすくお話をしていきたいと思いますので、ぜひねお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そしてね、今日のテーマ、一貫したテーマになるというのが、脚気という病気なんですよ。脚気。多分これ聞かれたことある方、あんまりね、多くないんじゃないかなと思います。もう、現代では過去の病気、昔のもう栄養不足、栄養状態が貧しかった頃に、起きたような、結核ってね、昔病気がありましたけども、今もあるんですが、結核って病気がありましたけども、その時代に本当に結核と脚気っていうね、この二大、巨頭というか、この大きな病気が日本人を毎年ね、苦しめていた、多くの方が命を落としていた病気になるんですけども、この脚気、当時は栄養不足だと分かっていなかった。それがですね、何が原因なのっていう、もうたくさんの日本人が死んでいく。で、今日戦争のね、話なんかもしますけども、むしろ戦争、ね、日清、日露、中国、ロシアと日本は戦火を交えていますけれども、そこで日本人を本当に苦しめたものはむしろ脚気だった。ね、軍人含め、そしてこの国民も含め、多くの人を苦しめたこの脚気、それを解決するために奮闘したヒューマンドラマ、その結果どうなったか、一体どういった歴史を歩んできたのか、今日はそういったところをですね、思う存分堪能していただいて、そして一緒に考えていけたらと思います。さあ、じゃあ前置きはこれぐらいにしてですね、早速中の方にね、もうすごいでしょ今日、ホワイトボードも。もう書ききれないぐらい、相当これ言葉削ってるんですけども、ちょっとメモなんかもね、見ながら、やっていきたいと思います。さあ、じゃあ行きましょうか。参りましょう。まず、脚気という病気ですね。先ほども少し触れましたが、江戸患いって、江戸時代はね、江戸患いっていう名前がついていました。で、結論から言ってしまうと、この脚気っていうのは、ビタミン B1 不足による神経障害になります。ね、ビタミン B1、前回も動画でお伝えしました。本当にこう日本人がね、今でも不足しやすい栄養素なんですけども、このビタミン B1 が不足してしまう。で、この江戸患い、江戸時代になってから非常に都市部で増えたんですね。江戸とか、京都とか大阪とかで非常にこの病気が増えた。この原因の大きな一つはですね、白米を食べるようになったからなんです。
それまでというのは雑穀だったり、あるいは、お米でもですね、そのいわゆる玄米ですね、白米ではなくて精米していないお米を食べていたんですけども、どんどんこう経済が豊かになりまして、もう庶民の人もですね、どんどんこう白米を食べるようになった。で、玄米には多いね、ぬかに含まれているって前動画でお伝えしましたけども、このビタミン B1 が白米になると減ってしまう。で、みんな白米を食べて、おかずはあんまり食べないので、ビタミン B1 不足に陥る人が急増いたしました。それによって起きるのが脚気、神経障害。この神経障害って聞くと、なんかどういうことってなると思うんですけど、あの神経って要はこのね、脳と全ての体をつないでいる神経なんですよ。その神経の伝達がうまくいかなくなってしまうんです。で、脚気のこの脚という字は、まあ足になるわけなんですけど、この足を動かしているのも、この神経なんですよね。これ見えないですね。足を動かしているのも神経なんですよ。それがうまくこう伝達がいかなくなるってことは、足が動かなくなったりとか、よく転んでしまったりとか、足がフラフラしてしまうっていうことにもなります。あとはうまく神経が働かないと、頭が働かないとか、なんかぼーっとしてしまうとか、やる気が出ない、うつ状態になってしまう、なんてことにもつながります。そして、さらにそれが進行してしまうと、心臓にも問題が出てくるんです。この心臓を動かしている、拍動させているのも神経ですので、その働きがうまくいかなくなると心臓が止まってしまうんですね。つまりこの脚気は最終的に死につながる病気だったんです。心臓麻痺で心不全で亡くなってしまう恐ろしい病気がこの脚気だったんですね。それが江戸時代頃から増えてきた。さあ、でもその当時はね、まだ栄養素、ビタミン B1 なんて発見されるのまだまだ先です。なぜこうなっているかわからない。ただみんな江戸に行って、江戸に行くとどんどんこういう変な病気にかかって帰ってくる。で、地元に帰って白米ではなくてまた雑穀とか、玄米とかを食べ始めると元に戻る。江戸に行くと患う。だから江戸患いだったわけなんです。さあ、でも結局ですね、この原因がわからないまま時代は、明治維新を迎えますね。大政奉還で明治維新を迎えるわけです。さあ、これから開国をしてね、江戸時代はもう鎖国をしていましたけれども、ここから開国をして、どんどん海外の文化を取り入れよう。そして欧米列強迫り来る、欧米列強に対抗するために富国強兵、どんどん国の軍隊を育てて西洋列強に対応していかないといけないということで、軍隊が組織されます。さあ、その時ね、この軍隊を集めるわけなんですけども、ね、日本国民の、ね、みんな兵士になろうってこう呼びかけるわけなんですが、その時の歌い文句としてあったのが、軍隊に入ると白米が食べられるぞと。ね、国がもう税金で全部ご飯は支給しますよ。この量が尋常じゃないんです。その量、なんと、一人、一日あたり、白米6合が支給されていたと。6合ね、一人一日6合なんですよ。6合って、あの1合って大体炊いたら 350g になるんですね。なので6合はですね、炊きますと 2.1kg になります。つまり軍隊に入ると1日ご飯 2.1kg 食べられるぞっていうのを歌い文句に、マジでそんなご飯食べられるの、じゃあ俺もちょっとやろうかなって言ってわーって集まってきたっていう話があるんですよね。 2.1kg ってお茶碗に直すと14杯分です。だから朝昼晩食べるとして、毎回お茶碗5杯ご飯を食べるっていう、とんでもないよ。もう今の糖質制限をしてる人が聞いたら、もうなんかめまいして倒れちゃう、気絶しちゃうぐらいのね、量なんですけども、それぐらいの量を食べていた。まあ運動量もね、相当多かったんだと思います。ただこの時ですね、白米は6合なんですが、おかずが少なかったね。先ほども言ったね、白米の中にはビタミン B1 が少ないわけですよ。で、現代はみんな白米食べてるけど、かっけなんてなってないじゃんいうのはですね、おかずをしっかり食べているからなんです。当時の日本っていうのはもうご飯食べとけと。で、おかずがものすごい少なかったんですね。ですので、このビタミン B1 不足につながってしまった。その結果どうなったかというと、もう軍隊でこの脚気による、被害者、患者がですね、めちゃくちゃ多かったらしいんですね。でもそれがどれぐらい多かったかっていうと、まず陸軍に関しては兵隊の2割から3割はもう脚気にかかっているね。 20%、30% の人は要はもう脚気にかかっていますので、なんかもうやる気が出ない、戦う気起きないとか、なんか足がフラフラして歩けないみたいな、そんなんが 2,3 割もいたんですよ。やばいですよね。これから西洋列強戦うぞって言ってるのに、みんな足元覚えついてないよみたいな、これが陸軍
で、さらに大変だったのが海軍なんです。ね、海軍は海に出ますので、より食料の補給が難しいわけです。で、ある年の明治初期の統計によると、海軍の1502人中、なんと6066人が年間で脚気にかかっていたという記録があります。え、超えちゃってるよって。ね、1502人しかいないのに6066人が年間にかかった、脚気かかったってどういうことっていうと、一人で何回もかかってるんですよ。ね、この1502人いる中で、脚気にかかって、あ、やっと治ったって思ったら、なんかまた夏頃に脚気にかかって、あ、また治ったと思ったら、今度また秋にかかって、もう毎シーズン脚気にかかってる。海軍大変でございます。もうそんなわけでですね、これから西洋列強に勝つぞ、追い越せ、追い抜けっていう時に、もう陸も海軍も、もう両方ともみんな脚気で、もうボロボロっていうね、これはまずいだろうと、さすがに。日本としてもこれはもう看過できない大きな問題だということで、明治11年、この脚気に対抗するためにですね、国立脚気病院という組織が、できます。で、ここでもう日本中のですね、もう先生ですね、医師を、有名な医師とか頭のいい医師をうわーって集めて、もう君たち、とにかくこの脚気をなんとかしてくれと。ね、我々日本はこれから欧米と対抗していかないといけない。そのために富国強兵、軍隊を強くしていかないといけない。なのに、我が軍は皆足元がおぼついておらぬと。ね、みんなフラフラして、もう頭も働いてなくて、もう海軍なんて一人4回も年間かけかかってると。もう君たちこれを頼むからなんとかしてくれたまえと。いうことで、この病院が組織されます。さあ、それでですね、この時行われていたことが非常に面白い。面白い。もう今の日本の医療にまで影響を与えていると言われていることが行われます。さあ、何が行われたか。それがですね、この東洋医学 vs 西洋医学、これが行われたわけですよ。ね、だからもうなんて言うんですか、もう天下一武道会みたいな、もうとにかく強いやつ集めて一番を決定するじゃないですけども、当時の日本っていうのはね、明治にまだなったばっかりで、こう中国からいろいろ学んで漢方とかそういった東洋医学をやっているお医者さんもいたわけですよ。はい、私東洋医学派ですみたいな、私は西洋医学とかあんまりじゃないんですよと、私は東洋医学派ですっていうお医者さんもいれば、逆にも西洋医学、特にドイツですね、いやいや古いよと、今時漢方なんてもう古くないと、いやもう私たちはもうドイツね、今の世界の医学の最先端ドイツに留学して、どんどんね最先端の医学を取り入れて、これからはこの西洋医学だっていう、この東洋医学派と西洋医学派に分かれていたんですね、お医者さんが。そしてこの国立脚気病院で行われていたことっていうのは、こうバーッと集めてですね、はい、じゃあ東洋医学派の人こっちにお集まりください、はい、じゃあ西洋医学派の人こちらにお集まりください、まあ想像ですよこれですね、お集まりくださいって言って、今からですね、もうあなたたちにこの脚気の原因を究明してもらいます。でもそれぞれのやり方で結構ですね、東洋医学派の先生はもう漢方とか使ったりいろいろやってくださいね、で西洋医学派の方はね、ぜひドイツの最新の方法でね頑張ってみてください。で今からお互い頑張ってもらうんですけども、でどっちがねちゃんと成果が出るか、どちらの方法がこの脚気の解決につながるかって見させてもらいますね。お互いが競い合ってください。いいですか、じゃあ用意スタートって言って、この東洋医学と西洋医学の争いが始まるわけですよね。東洋医学派はね、西洋医学派なんて負けてられないと、こっちはもう伝統的な方法だとね、片やもう西洋医学の方はいやいや古いよ東洋医学と、我々が絶対先んじるよって言ってわーってやり始めたわけなんですよね。でその時それぞれのその派がですね、どういう方法でアプローチしたかっても全然違うんですね。まずこの東洋医学派の方は、食事ではですね、まず麦ご飯ね、麦飯を採用、あと小豆とか梅干しとか鰹節とかっていわゆるもう伝統食をしっかり食事ではやりましょうと、プラス漢方とかそういった東洋医学の方法でやりましょうっていう方法を取りました。で西洋医学の方はこう違うんですよね。何が麦ご飯だと、いやいやもう豊かな時代になったんだから白米でしょうとね、まず白米で、あとはパン、ミルク、バター、スープっていった形でもう伝統食とかけ離れてるんですよね。もう当時はだからほんと揺れてたんでしょうね。この保守的なね、層とリベラルな層が多分医学界でも分かれてたんですよ
この西洋医学の方は、いやいや、もう味噌汁じゃないっしょと、もうスープだよと、パンだよという形で、バターだよということで、もうどんどんね、洋食に要はしていったと。で、あとは、まあ、その西洋医学の方の薬とかですよね、薬とかを使っていくと。そういった形で、それぞれ全く違うアプローチをして競い合いました。さあ、その結果どうなったか。3年後に決着がつきます。3年後、どっちが勝ったかというと、西洋医学派が勝つんです。西洋医学派の方が、成績がいいと、ね、関係を確かにこう、改善させたということで、西洋医学勝利ってことでおめでとうございますってことで、もうそれから西洋医学。で、これがね、この後の日本の医学界に大きく影響しているんですよ。ね、つまり今の日本においてですね、漢方とかって主流ではないですよね。まず西洋医学じゃないですか。第一選択として。ね、これ日本にいたら当たり前のように思うかもしれませんけど、中国とかって結構伝統医学残ってますし、あとインドとかでもね、アーユルヴェーダとか、やっぱりいろいろ国によって全然状況は違うんです。でも日本はもう完全に西洋医療が大多数です。もちろん東洋医療も残ってますけども、全然その流派の割合が違うんですよね。なんでそういう割合になったかっていうと、ここから始まっていたんじゃないかと。ね、この明治初期のこの活気による論争、ここが火蓋を切ったんじゃないかということがね、分かってくるわけなんです。でもね、ここに、一つね、話がありまして、本当に西洋医学派の方が、良かったのか、いい成績を収めたのかってことが、実はね、疑惑があるんですよ。で、ある話によると、本当は東洋医学派の医学の方が成績が良かったんだけれども、西洋医学の方がいいというふうにした、認めたっていう話があるんですよ。ね。どういうことと、せっかく東洋医学の方が成績良かったんなら、そっちの方をね、採用してあげた方が良かったんじゃないの？思うかもわかりませんが、ここは時代ですね。やっぱり当時の日本っていうのはもう古いものを捨ててね、どんどん西洋から新しいものを取り入れていこうと。で、医学に関してもやっぱドイツ式ね、もう世界の最先端のものをどんどん取り入れていこう。そうやって国を強くするんだ。やっぱりそういう考えが非常に強かった。なので本当は東洋医学の方が成績が良かったんだけれども、この西洋医学の方に、まあ、軍配が上がってですね、その後のまあ日本の医学界の発展に影響したということが残っています。ね、そんな歴史があったってこともね、ぜひ知っておいてもらえたらと思います。さあ、それでですね、まあ、このね、論争では西洋医学となりましたけれども、とはいえまだ全然原因は分かってないんで、ないわけですね。分かってないわけです。なので、結局その後もですね、この活気の患者っていうのはどんどん増えて、まあ、問題になってくるわけなんですよ。で、さらにですね、まあ、そのね、その後も、この活気の原因が何だっていうのをいろいろね、学者が、医師とかがですね、解明しようとするわけなんですけど、この時にドイツ、ね、その医療のもう世界の最先端のドイツで、細菌説と、いうことでですね、コレラとか結核とかっていう、これもね、活気、まあ、日本は活気多かったんですけども、世界的にはコレラとか結核なんかがものすごい多かったんですよ。もうこれも恐れていた。非常に人類を困らせていたわけですね。多くの死者を出している原因が何かわからない。一体原因は何なんだっていう中で、ドイツが結核にもコレラにも原因の病原菌があると。病原菌があるということを発見するんです。で、これがもう非常に革命的だったんですね。あれほど人類を苦しめていた結核とコレラ菌には病原菌がいると。菌の仕業だったんだ。この病原菌のせいでこうなっていたんだってことが判明するんですね。で、これによってもう治療もどん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 進歩していくわけなんですけども、そんなことが起きたので、ね、日本としては、あ、ドイツが今細菌が原因だったってことが分かったぞと。あ、やっぱり、ということは、この活気もなんか病原菌がいるんじゃないのと。ね、かいうふうに考えたわけです。結核は結核菌。コレラはコレラ菌。活気は活気菌でしょうということで、これからも細菌説。この細菌による、この病気だという説が非常に支持されています。そしてですね、当時ですね、東京の帝国大学、まあ、今の東大ですね、東大の医学部なんかも、この細菌説を支持したというわけなんです。このことが、
このことがこれからお話しするいろんなドラマに深く関係してきますので、ぜひね、押さえておいていただきたいと思います。